ご覧いただきありがとうございます。1日目大宮から京都、2日目京都から下関、3日目が米子通って岡山通って新大阪で、最終日は大宮に戻るルートになっております。いらっしゃいませ、お求め。今年初めに青春18切符がお年寄りって年齢かどうか分かんないんですけど、私でも使えるっていうのが分かりまして、味を占めたんで、夏、今回8月1日から4日まで3泊4日で本州の西日本一周を計画しました。切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発券青春18切符を買うと、カードや切符の取り忘れにご注意ください。なんかどこどこの線は使えませんよとか、そういう正し書きがね、いろいろ書いたのが余分に5枚ですか、4枚かな、5枚かな、出てきますね。ご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを、カードをお受け取りください、切符をお受け取りください。行きと帰りは上野東京ラインのグリーン車を利用しますので、往復約2000円かかるのでチャージしました。お取り忘れにご注意ください。鉄道利用するようになって、この上野東京ラインのグリーン車ですよね、これ50キロ以内と50キロ以上で行き先の路線名ボタンを押してください。だいたい熱海まで利用するんで140キロあるんですよね。すごい、なんか50キロ以上ですからね。処理中です、ありがとうございました。51キロでも140キロでも同じ料金、すごいなんかお得な感じがするので、毎回利用させてもらっております。今回はこの文字盤使ってます。くっきりとなんか見やすいですね。最寄り駅乗車時はグリーン車は2割ぐらいの乗車率ですが、だいたい東京ぐらいでほぼ満席になりました。東大宮操車場ですね。ここはね、昔東大宮は住んでたもんですから、よくこの辺で遊んでましたね。寝台列車とかにたくさん止まってました、その当時は。まもなく道路お出口は右側です。1日目は仕事の方を早めに切り上げまして、16時ぐらいの列車に乗って、まず最初に熱海ですね、この上野東京ラインで熱海まで行きます。熱海から
3駅かな、あの東海道線で沼津駅に到着して、でそこからあの乗り換えがホームライナー浜松号っていうのがあるんですけど、これがね特急専用の車両をホームライナーということで、指定席料金が320円追加すると乗れるんですよね。でこれはあのホームで発見して指定席なんで、あの何号車何番 ABCD とかそういう感じで指定されるんですが、ホームで買わないであの乗車することも可能なんですね。でその場合っていうのが各車両にの前と後ろですよね、あのボックスシートみたいな感じになっているところがありまして、合計だから16人ですか、乗れるようになってるんですけど、そこはねすごい広いです。で結局ね、あの沼津から浜松まで乗車するんですけど、約1時間半乗車できて320円特急のシートに座っていけて、しかもですね快速列車なのでかなり駅を通過するんですね。ですからまあ特急用の車両で運行されてますし、本当特急に乗ってる気分になりますね。この、 あのホームライナー浜松号っていうんですか、これはおすすめです。ぜひ乗ってみてください。青春18切符というのはこういった普通列車ですよね、まあ、これは普通列車のグリーン車、あと先ほど説明しましたホームライナー、指定席買って乗る快速列車ですよね。こういうのは乗車できますが、そういう列車だけに乗っていくと本日の宿泊先である京都までは着かないです。そこで浜松から京都までは新幹線光を利用することにいたしました。気合入ってる青春18切符を使っていらっしゃる方から見ると、新幹線とか特急とか利用すんじゃねえよっていう風に思われてしまうかもしれないんですが、まあ、そんなに若くないので加盟してください。今回ね、あの初日京都までが新幹線、2日目も新幹線乗りましたし、3日目もまた新幹線と、あと特急も乗りましたね。で4日目、最終日だけはあの新幹線全く利用せず、特急も利用せず、各駅停車だけで帰っていきました。本当だったらもうちょっと時間が1日余分にあれば、帰りも同じ東海道線で帰ってくるとつまんないじゃないですか。で中央本線ですか、そっち通ってね帰ってきたかったなっていうんですが、結構接続悪くてね、各駅停車で帰ろうとすると特急利用してっていうんだったら問題なく、まあ今回の3泊4日でも帰れるんですけど、もう1日ぐらいはね、あの各駅停車だけでのんびりというふうなことを考えまして、中央本線の特急乗り継ぎみたいな感じはやめました。ここからこれ渡ると荒川ですが、東京に入りますね。で東京入って赤羽で、この動画は赤羽で終わりなんですが、次は奥の車掌、なんか車庫ですか、確かね、カシオペアが止まってましたね。まあ、次回そんなところから始まりますので、次回もお楽しみに。